はい、バッテンヒロミツ、バッテンヒーローの時間がやってまいりました。どうぞ。今回バッテンヒロミツさん、ジョアヒロミツさんに聞いていきたいなと思っておりますが、はい、じゃん、天才と呼ばれサッカーやってきましたが、はい、他にも上手い人、まあいっぱいいます、ね。小中高大と。小学校はそうですね。まあまずここから聞いていくから、バント。まあでも小学校はやっぱり、小学校の時はまあまあその時代もそうだけど、なんかドリブルで人を抜けるとか、そういう子たちがだからうまく思いながら、やっぱり長井さんとかやっぱうまかったね。けど一個下だけドリブルとかするのも知ってた。あ、知ってた。もちろん小学校 3,4 年間知ってました。あ、そんなに。そうそうそう、その王子っていうか広島の大会であって、うんうんうん、4年ぐらいかな、うん、あいつが3年目に訪ねてきて、お前うまいなとみたいな話から始まって、仲良くなって。あ、もうそんな小さい時から。そう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 、兄弟だね。まあ兄弟。彼は置いたね。僕は熊本だ。でまあほら同い年ですから、二宮に金金ちゃん、うん、同じ熊本だから、そうずっと日の当たるところずっと来てる。国見高校でね。そうですそうです、夏優勝メンバー、うん、浦和レッズのメンバーでもあるしね。そうそうそう、だからなんていうの、花がなさそうな感じで顔かっこいいしさ、花があるじゃん、優しいし、あね、あのふざけんな全部いいんだよ、頭もいい顔もいい、ふざけんじゃないよ何っていうぐらい、まあ昔からかっこいい、あんな感じ。つくまだっけ。つくまつくま、頭いいな、なんか淡々でやる。じゃあ小学校時代そういう風に言ったら、まあ一つ下だったら長井秀樹とかうまかったね。でまあ熊本で見たらそういうね、ずっともう来てるから、南金とかすごいよね。トマト国民とか平良とか同期ですよね。中学時代九州選抜とかが、ね、あったけどね、その頃はどこだろうな。熊本の選手は、まあ、まあ結局僕1年で3年九州学院優勝したし、はいはいはい、あれがだからその2つ目だから、それが高校になってなった。インターハイね、インターハイ、インターハイ、そうです。だからあの時はそういう、そういう上手い人がいて、まあだからボーノさんとかもなんか頑張りに来たんですよ、うん、九州学院のボーノさんとかもなんか仲間がいました。その要は九州選抜だったりとか、日本ジュニアユース始まったんで、うん、はい、エリア、自分の活動エリアが広がったと思うんです。最初なんだけどね、少年サッカーの優秀選手で俺 CTC とかから行ってるから、基本的には全部知ってるんだよ。 CTC ってあって、上が NTC で、ほら、中学校以上はそっちじゃん、はい、その20人、ね、でそれからだから、ね、それから中学校3年か高1ぐらいまでの100人ぐらいらしくするで、だから2、3年復興上の人は、なんかこんなもんうまいんだな、こんなもん下手なんだなっていうのはその確認できるよね。確認できるけど、自分も落とされちゃいけないから必死みたいなさ。Gリーグにいるような選手は大体いたかな。松山さんとか頑張っていたら、そうそう、あの辺で言ったら、エジリさんとかね、その NTC、うん、それって年に1回、2回、2回かな。夏と春と1月4日から3日からやったんで、だから1月はもうずっと東京に来て、お正月終わったら飛行機乗って東京来て、うん、そうそう、寝台か飛行機か。最初はね、ずっと寝台だった。うんうん、それなぜかって言うとさ、それ以来、それ以来何も寝台って夢があるんだなと思ったら、何の夢もなかったよみたいな。お正月になったらもうそれがあるみたいな。お正月はね、で中1中2でしょ、で中3ぐらいかったらジュニアユースがかかってくるから、はい、もう落ちる落ちないとか、夏のもうめっちゃきつい。ジュニアユースのメンバーとして最初の、まあ最初のなんだ、その CTC かの流れで、であとちょろっと行ったメンバー集まって、中橋とかさ、うん、あの辺が来たり、うん、で森山とか本田とかはその1月の本大会のアジアの本大会にね来た。今言ったメンバー全部提供してるのもすごいですよね。そうそう、あ、まあまあそうよね。あれ横森君、そう、みんな山崎一郎にしたの。山崎一郎君はどこだっけ。藤
しようかな、マラソン早すぎてボールが後ろに行っちゃったっていうぐらいの話です。すげえなみたいな。聞くあるし、あ、また別格で入ってきたよね。どうだったですか。いやもういつも右手左手でほら髪かき分けわかる、なんかもう風を吸うみたいなさ何みたいな。で一瞬こうなんか一瞬マジで行った人が仕掛けになると真顔になっちゃうみたいな。でも今までやったことないタイプだった。全然全然、それはもう異色ですよ。全員が中学生の一人だけプロみたいな顔してくれ感覚がね。そうそう、なんかもう一対一はガッチになっちゃう。そういう練習も監督はさせてたし、うん、だからそのガチンガチンっていうかやっぱりランク付けだよね。自分に誰が勝つんだみたいな。で白は白でほらもうあんなんだから攻撃なんかまずこうボール取れるやついねえだろうとか始まるじゃない、はいはい、こっちはよし取るぜみたいな。でもちろん攻撃も守備もそうだから、うん、白なんかほらどっちかって言ったら守備は粘っこくないじゃん、うん、だからできるだけボールの力を削る削って止めるみたいなパターンなわけよ。まあまあ言ったら、うん、いやでもじゃあ面白かった。面白かった。面白かった、ね、だから誰が一番その1対1が強いかとかそういうのがもう、だここが拓磨、ここが拓磨、ずっと清水清水がずっと行くわけ、目立たないけどずっと行くわけ。すごいね。面白い面白い。菊原志郎っていうのはやっぱり磯貝博満のなんかサッカー人生の中でちょっと異色な感じだった。そうですよね。ボール持ったらね、ボール持ったらっていうか、まあ、まあさボールの持ち方が異色で、じゃあもうとりあえずこうプレーしてりゃなんか目がいくよね。いくいく。やっぱりなんだろう、こう中学生でしょみんな、うん、でまあまあ一応まともにサッカーやってるじゃない、うん、で彼も大人みたいなサッカーしてるからなんかなんかボール来たら、ま、前進むなんていうことがないから、まあ、別に止まってもらうけど、はい、横に出してもう一回もらって、はいみたいな、今風のサッカーするし、うん、そうだね。今浦和レッズの大久保って選手がいるけど、まあ、見てると、ああ、まあ、やっぱり読売の感じする。あのパね、そうそう、無駄に何かこう突っかけないみたいなあるじゃん。イラッとするみたいなさ。ね、あれにみんなが魅了されるわけです。そうそうそう。まあ、かといってもジョガイヒロミもまたそういうところがある。まあまあまあそうやね、そうだけど、まあ、あとね、バッテンはぬるぬるぬるっとドリブルがない独特の、いやいや、まあ、でもやっぱ衝撃だったのが、まあ、白は置いといてよ、質学のサッカーって見たこと一緒じゃない、はいはい、これまたもっとイラッとしてる。これはいつでやるの。質学高校の時、高校のね、夏